こんにちは、書評家の宮木かほです。今回はですね、ちょっと私カメラを買ったんですよ、新しく。なのでちょっと我が家の本棚をご紹介していこうと思います。私もうすぐちょっと引っ越すことになって、やっぱり引っ越す前に本棚をちょっと今の本棚紹介しとこうと思ったので、ぜひ見ていっていただけると嬉しいです。はい、というわけで、私の今回本棚をご紹介しようと思います。まず、結構私の本棚多くて、全体で、6つ7つぐらい棚があるので、ちょっと2編に分けて今回は最初3つを紹介しようと思います。まずですね、我が家の本棚のこれは一番上から、下にある本棚です。わかりますか、この壁の一番上から下まで。ちなみにこれは廊下に、本当に入ったところすぐに本棚があるので、我が家に遊びに来た人は大体すぐ本棚があるって言われます。で、ここには何を置いてるかっていうと、で、ここですね、ここの一番ハードカバー海外文学棚と海外文学、小説文庫棚がこちらになってます。で、これハードカバーと、だから文庫本を並べてるって形です。で、一番本当に上の棚が海外文学じゃないやんけと思われるかもしれないんですけれども、こちらはですね、日本の作家ハードカバーと、あと同人誌、いつだったっけ、これなんかの多分コミケかなんかで買った同人誌と、あと谷川俊太郎さんのこのね、サイン入りの刺繍なんですよ。実はこれサインって書いてるの分かるかな、そうっていうのを偶然本当に神保町で見つけて、それを、買ってここに置いてあるのと、あとノルウェーの森を、私は結構てか村上春樹さんの本を海外旅行で買うっていうのをいつも海外旅行での習慣にしてて、村上春樹さんの海外って村上春樹さんの本ってほとんど海外にあるので、なんかロシア語とか全然わかんないのに買ってしまうっていう、そうなんですよ。っていうので、でだから日本のハードカバーと、海外ハードカバーって感じです。私はあんまり日本のハードカバーをこう特に文庫になりそうな有名作家さんのものを買わないんですけど、てか買っても大体こうちょっと電子書籍だったりするんですけど、まあそれでもやっぱり買ったものはこちらにありますね。あとオール読売があるのは、私がのエッセイが載ってるからです。なんかオール読売とかもう人生で載ることないんじゃないかと思ったので、なんか取ってあります。はい、でこちらは大体ね、ハードカバー棚ですね。あとここもハードカバーがちょこっと、このめちゃくちゃ名作のフリーダムっていう私の大好きな小説とか、あと大好きなカーソン・マッサラーズとかブラッドベリーとかカポーティの本がありますね。で、あとここもハードカバーですね。はい、クララとお日様とか、なんか韓国文学があったりします。で、この文庫棚は基本的にこう国ごとに分けてあるんですよ。ここがロシア、フランス棚、あとだいたいまあその他のなんかトビアンソンとか千夜一夜物語はまあ他の国でしょ。で、ここがイギリス文学棚。私結構イギリス文学好きで、なので結構多いので置いてあったり、まあ、でもこの辺はロシアも進出してきてるっていう、なんか棚が一段にうまく収まらず。で、ここがアメリカ文学棚ですね。だからハードカバーもアメリカ文学はだいたいここの棚に置いてあるっていう。で、ここが再びイギリス文学棚。揃えろよって感じなんですけど、上と、まあ、はい、イギリス文学だって自分が分かってれば、まあ大体、どこら辺にあるって探せるので、そう、探せるのが重要なんです、私は。で、ここの横にね、こうやって置かれてある、ちょっとお前、アメリカ文学混じっとるやないかと、多分詳しい方は思われるかもしれないんですけど、まあアメリカ文学もイギリス文学も似たようなものなので、だいたいこの辺にあるって分かっとけば、そう、本棚を私探せることが一番大事だと思ってるので、だいたいそんな感じで置いております。で、ここが海外文学の中でも評論とか結構あんまり
小説じゃない棚なのでエッセイとかね、まあ大体ここら辺に置いてあって、で横から下が、女性作家、日本のもの括弧文庫を置いております。まあ日本の女性作家の棚は大体向こうにもちょっとあるんですけど、まあこの辺に置いてあります。このスローハイツの神様が版が揃ってないところが私のあんまり版とかにこだわりがない様子がわかるのではないでしょうか。結構ね、日本の小説、女性作家とか本当中高時代から結構読んでるので、実家にもたくさんあるんですけど、なんかこっちに置いてるもの置いてますね。はい、で一番下がなんか雑誌、特にユリイカとかそっち系の版の雑誌、なんて言うんですかこの版、文学界とかそういうその割と結構趣味棚として置いてて、なんかこのロッキンジャパンはゆきちゃんの、私のすごい好きなゆきちゃんの特集だったりとか、あとこの辺には氷室冴子特集とか、あとそうですね、このフィールラブはあれなんですよ、綿井梨沙としまみほ対談っていう、もう絶対この時にしか成立しなかった対談なので捨てられないと思って持っております。そうですね、あとこの辺のなんか足長おじさんとか色の本とかは結構なんかなんだろう、趣味の、あとドラマの逃げ恥のシナリオとかナチュラルのシナリオとか、結構その雑誌以外も割とこうなんか、あと美術とかも結構私なんか最近は行けてないんですけど、展覧会とか行くの好きなので、なんか趣味って感じで置いてあります。はい、そんなざっくりしたやつでした。ちょっとじゃあこの棚はこんな感じです。横の棚はですね、結構これはこれで横幅あるタイプ、あんまり背丈はないんですけど、背丈は私の腰ぐらいなんですけど、いろいろ文庫本がたくさん入ってる、これが村上春樹さんの棚で、村上春樹さん棚はもう一つあって、ここの奥の方にもう一段あります。いろいろ村上春樹さんのはほとんどてか多分全部持ってるんじゃないかな、文庫になってるの。あと結構評論も一緒に置いてあったりします。で横の棚が内田達さん系と、あら内田達さん系と、本村博士または小林秀夫っていう、なんかあんまり私男性作家でこうたくさん著作集めてるものってないんですけど、小林秀夫とか本村博士、内田達、村上春樹あたりは珍しく大体あったら読むっていうジャンルなのでまとめておいてあります。で下が新書、全部新書、全部新書で、まあここも横も全部新書、奥が、はい、でその下が日本古典、日本古典の 2段ですね。もうこのね、横に置くのね、見た目が汚いからやめたいと思いつつ、もう入れないと入らないっていうね、入れないと入らないって日本語変ですね。はい、でここの下が、日本の男性括弧文庫小説、まあ、小説じゃないの入ってるけど、是枝さんのやつとか佐藤勝さんのエッセイとか、まあでも大体日本の男性作家はここですね。日本の女性作家がさっき1段あったのに比べてやっぱちょっと少ないんだよな、なんでなんだろう。あとここは小説じゃない単行本編、人文というよりなんか割と劇団メス猫さんだったり、山田ズーニーさんだったり、エッセイ系、千葉雅也さんとか石ゆかりさんとか、まあ、エッセイの単行本を置いてあります。で手前に来て、この辺が日本の女性作家括弧文庫の続きですね。田辺聖子さんも結構持ってて、田辺聖子棚があるのと、あとこの辺は小川陽子さんとか江國香織さんも結構持ってるから、吉本バナナさんとか持ってるから、まあ山本文夫さんとか、あとここは綿谷梨沙松浦理恵子棚ですね。あとここが豊島美穂角田光代棚、島本理恵とかです。で横がオンダリクさん棚で、でもちょっとオンダリクさんじゃない、気まぐれ美術館入ってるんですけど、あと司馬遼太郎棚、それからここが
男性作家文庫棚の続きです。なんで島本理央とか、あ、島本理央じゃない、桜木城とかこの辺にあるのかちょっとめんどくさくて置いちゃったんだろうな。はい、っていう感じです。結構ジャンルによって棚を分けているということをお分かりいただけたでしょうか。大体私はまた後編でも違う棚紹介するんですけど、もう一番棚で大事なのはやっぱりどこに何があるかが、なんていうんですか、大体把握できてることだと思ってるので、まあここの辺の棚を探せばこの本は見つかるなっていう状況が作れておれば、私は本棚は見た目がそんなに綺麗じゃなかろうといいのかなと思っております。はい、というわけでありがとうございました。ちょっと後編もぜひ楽しんでみてください。